エンジョイパチンコライフ。ピーボット TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、平天くんでーす。本日は、岐阜県高山市にございます夢屋高山店さんに来てますということで、ね、雪ですね、もう雪降っておりますということでね、前回来た時はね負けちゃったんで今日はリベンジということで、ね、じゃあ早速行ってみたいと思います。入店入店入あ入店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 やってきました夢屋高山店さん。それでは早速店内でダメに行きましょう。おっマリンちゃん、おきうみ3ですね。サウンタにチェンジするんですね、12月は。動画配信は2014年になってしまってますけど、本日は、2013年12月の、22日ということでね、クリスマス直前でございますよ。じゃあね、スロットコーナー見ていきましょう。あっ、寝台窓かマギか入ってありますね。なるほど、化け物語もなかなかね、66回お隣が52回ね、そのお隣は41回と。おお、なるほど。実はなんと明日回転くんの撮影でね、こちらのお店に来るということで下見もできちゃう。オス番長もなんか24、23ってね、なかなか。テイルズオブディスニーね、38回、なかなかこの三大構成の機種にもなかなかチャンスはあるような感じがしますね。うるせえやつらも信頼ですからね、打つのありだと思います。明日信頼打っちゃうかな。窓マギか、うるせえやつらか、吉宗ね、取れればですけど。あーすごい、バジリスク65回、なかなかいいんじゃないでしょうか。ここで打つのもいいよね、広いもん、ほら広い、快適空間。ここだったら平田君がよくね気にしてる、あのお客さんに迷惑かかんないようにね角台打つんですけど、ここだったら別に全然いけちゃうんじゃないの。ああね、吉宗だったらねどこを打っても OK じゃないですか。これこんな池広ければすごいね、結構台数あるよ。2、4、6、や12台、31回32回、31回44回となかなかね回数つけてる。お、そして平天くん大好き、10をありますよ。すごいね、2400万は。ね、この10王で一番の特化ゾーンと言われてるゾウサバなんですけど、平天くんはダチョウだと思ってますやっぱこっちになっちゃうかな。ちょっとジャグラーコーナー、そして、キング花花コーナーね見ていきたいと思います。失礼します。なるほど、右が花花で左がジャグラーコーナー。なるほど、どっかないかな。うわ、この台すごいね、41の27ね、キング花花素晴らしい。前回ね打った時確かね、キング花で負けちゃったんですよね確か。合成出るかな。あ、出るね。ジャグラーの空き台はちょっと弱いかな。強い台はお客さんが打ってる。7の12138分の1、ジャグラーがある、これが一番いいかな。金花打ちたかったけど本当は。ああ、お隣さんもいいデータだな。20の20 27の20、素晴らしい。じゃあこいつでこいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで平田くんが選んだ台は北田さんのジャグラーガールズね、行ってみたいと思います。お座りパスチャンス、残念。おい、残念ダメだね。もうね、400回もやってるのにね、まだ2回しかないね、お座りパスチャンス。そして1ゲーム連続のチャンスに関してはね1回もない。ガコガコ言うんだけどね、あんまりねガコガコ言わせたことないね勝ってないってことだね。あら、50枚目おい、残念、追加出し50枚じゃいかなかったよ。ブドウ
ぶどう。ぶどう。ぶどう。あら、ぶどう、ぶどうが揃わないね。困っちゃうよ。一応ですね、まあ大体10分ぐらい打てばですね、まあ12分ぐらい打てば大体、まあ、仮に設定がまあ一番下でもまあ大体100ね70回ぐらい回せるんで、1回はね光るという計算なんですけれども、はい、残念、光んない。光らないですね、光んない。おお、ブブッと来たよ、ブブッと。あー、ブブブー行かなかったね。はい、残念。力入ったよ。およ。あ、いいね、ブドウ揃うようになった。あ、いいね。やばい、あと5分ぐらいかな。あら、強い台がいたな。浮気するか。どうしよう。あー、おい、残念。どうしよう。148か。あ、こっちの方がいいな。じゃあこっち行こう。こっちの方が良かったな。あら、また光らない病ですか。リベンジに来てるんだから光らないと。はい、来い来い。やばい、時間ない、時間ないよ。ゴー。バナビー、ババビー。あー、やばい、追加だーし。え、追加投資したらなっちゃったよ。あ、あ、すいません、ありがとうございます。はい、それでは早速使い切れなかったコイン流したいと思います。えいえい、お願いします。じゃあじゃあ51枚。はい、ということで今回の結果51枚、胸。はい、実践終了、実践終了。ということで、今回こちら、夢や高山店さんで実践した機種は北電さんの、ジャグラーガールズを打ちまして投資枚数が250枚の、獲得枚数、いや使い切れなかったコインが51枚ということでマイナス199枚です。胸。入れたらね、入れたらね、流れちゃってね、ソロッチ前ができませんでしたけどね。ということでリベンジならず、ね、すいません。こいつの方ね、鍛え直して2014年も頑張っていきたいと思います。ということで今回撮影に協力していただいたこちら夢や高山店さんの宣伝をちょっとだけ、なんとリベンジを果たせなかった私をもう一回ね呼んでくれるということでね、もう一回チャレンジいただきました。2014年1月13日月曜日ね、来ますんでね、リベンジを果たす瞬間を見たい方はぜひこちら夢や高山店さんね、来ちゃってください。あとですね、話題の信頼はもうバンバン続々入れてるんでね、そちらの情報は P ワールドまたはメール会になって情報をゲットして、こちら夢や高山店さんに来ちゃってください。今回僕は負けました。電気も落ちました。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。2014年もよろしくお願いいたします。次回は活用
えいえ。